こんにちは。なんか東京都ちょっとやばい状態だということなんですけども、なぜかねパラリンピックになんか小学生とかを強制的に参加させようっていうことがあるらしいですね。しかもなんか熱烈な要望があってというふうなね形でなんか言われてたらしいですけども、誰も希望してなかったってことが分かりました。みんなね反対していたのに、いやすごく希望があるんですよみたいな感じでね、その希望を抑えるのが行政の役目じゃないですかね。今ね、今はダメなんですよと、県外県内の移動しないでください、なるべく接触回数を減らしてくださいと、そういうふうにするのが行政の今の緊急事態宣言下の指示じゃないですかね。なんで集団行動してくださいって進めるんですかね。そもそもパラリンピックとか遊んでる場合じゃないですよ。オリンピックで懲りたんじゃないですかね。オリンピックでなんやかんや遊んでるうちに金メダルのなんだとか浮かれてるうちにね、救われる命が救われなくなっちゃったんですよ。まあそれを狙ってるのかもしれませんけどね。オリンピックの運営者とかね、東京都知事とか菅総理とか、それからオリンピックに出場して、まあ、騒いでいる喜んでいるアスリートのね皆さんね、今回は参加しない選択ができたんじゃないですか、アスリートの皆さんも。まあ私がここで言ってもね何もならないんですけども、黙ってもいられないんで言いますけどもね、アスリートの方も命を懸けていると思いますけども、じゃあオリンピック出なかったら死ぬんですか。死なないですよね。出なかっただけですよね。それだけですよ。でもオリンピックで浮かれている人がいる中でたった一人でも死亡者が出てしまえば、それは許されないんじゃないかなと。まあそういった見ず知らずの人の死体の上にね金メダル狙いたいんだったら、まあもう私の言うことはないですね、うん、まあそうすればいいんじゃないですかと。結局は弱肉強食の世界で、まあ、大悟さんを多くの方がね批判してましたけども、命に序列があるってことがみんなで認められたというかね、そういうことなんだと思うんですよ。まあもともと命が平等でないってことはうっすらと感じていたことなんで、まあ今回オリンピックに参加された方とか、オリンピックで浮かれていた方とかね、それ出て喜んでる方とか、皆さんで自分たちこそ優先されるべきだってことを、まあ、肌身で感じていたわけなんですよね、きっとね。名もなき妊婦さんが自宅で出産しようと、そして生まれてきたちっちゃいね男の子がそのまんま死んでしまおうと、金メダルを狙うことの方が大事で夢や希望も与える、まあ、そういうことなんだと思うんですよ。言葉にすれば怒られるけども、言葉にしなければ怒られないね、責められるべきは大悟さんではなくて、そういったオリンピックにうつつを抜かしているそんな上級国民様なんじゃないですかね。アスリートの方も私は同罪だと思います。今回に限っては感ができないかなと。本当にね腹立たしい思いですね。もう何だと思ってるんだと。何オリンピック出ないと死んじゃうんですか。本当に命を懸けるってのはそういうことでしょ。オリンピックに出なかったら死ぬ、金メダルを取らなかったら死ぬ、腹を切る、それが命を懸けることだと思います。命かけてないでしょ。ただやってるだけですね。ただ楽しんで頑張ってるだけですよね。まあ名もなき妊婦さんとそのお子さん、その人の幸せがどう打ち砕かれても、きっとオリンピックの方がまあ貴重なんでしょうね。まあもともとオリンピックに興味がない私だから余計そう思うんですけどもね。今回に限っては大切なオリンピックだからこそ、オリンピックを汚さないためにもやらないことが正解だったんじゃないかなと私は思えてならないんですけども、いかがでしょうか。こういった受けたい医療を受けられない人がいる、オリンピックにリソースを割いて一般国民の暮らしをないがしろにした、それで全て物事が通るならもうこれは仕方がないなと思いますよね。無力な国民の声は届かないということで、それでよろしいのかなと思いますね。まあ悲しいですね。悲しい。